はい,い、おしチューブだ。ね。アイテムもいきたいと思います。ね。海兵隊の1941でいいかなバックパックです。ただし、バックパックは前にもナムセンも専門のを紹介したような気がするんですけど、えー、これはナイロン製です。でナイロン製のくせに、このね、 ショルダーストラップとかベルト類ですよねベルト類は全部コットンです全部ナイロンにしろよっていうねそういうやつですこれは一応ねナムセン後期やったと思うんですよねンプあるわ68年フィールドパックコンバット MC ね よいしょ、読めるかなと、ね。まあ、ね、ナイロン、ナムセンのナイロンもの、ね、あのー、バックパックは比較的普及が早かったのかなっていう気しますよね。えーと、まあ、68年やった結局、他のね、いわゆる67の、見こに置いとこ。 67のあの、ナイロン装備とかとね、別に年代変わんないですけど、なぜか、まあ、これの普及率もよくわかんないですね。ひょっとしたら写真で写ってるかもしれないですけど、ね、形が一緒なんでナイロンかわからないとか、白黒なんでよくわからないとか、そんなんもあるんじゃないかなって思います。ただし、まあ、 僕の見解としてはこれはあまり使われてないと思います。そん、まあ見た感じ、だいたいコットンかなっていう気がするのと、もうこれが採用された年代になってくるとさすがに海兵隊もちょっと、えー、もうちょっと合理的なリュックの方がいいんじゃないみたいなね。大きくないんでね、これね。ちっぺったんこですし。あと、もう一つ不思議なのはね、これの対になる。 下のナイロンのやつは見たことないです。コットンのやつとか、OD、まあ二次大戦の時からね、ずっとこう、上下セットなんですよね。こヘツの下は見たことないです。まあ僕は見たことないだけでね、ひょっとしたら存在するかもしれないですけど。まあナイロンの醤油うもんといえば代表的なんで言うと、トロピカルリュックとか、ライトウェイトリュックとかね。ライトウェイトの方が古いんかな。 ナムセンナイロン装備、ものによってありなんですよね。まあ、これはま変わりだねかな。ね。まあ、コレクションとしてはね、モッドカントやけど、あんまり正気しないんで、もう、一時ね、見つけるたんびに買ってたんですけどね、もう、だいぶ放出しちゃったんで、もうこれ、これ一個しか残してないと思います。で、最近はこれがね、手に入ることというか、あんまり見かけないんで、まあ、一個あれは十分やけど、 まあ面白いアイテムですよね。このナイロンとコットンが合体してるもんちゅうなね、うん。まあまあ、あの、作り的には結構変わってる動画好きです。うん、まあ、いまいち作り的に <laughs> 納得はいかないっちゃいかないですけどね。納得かな。簡単ですが、終わりたいと思います。ではでは。